7日勝負好評配信中。エンジョイパチンコライフ。らしいです。私ちょっとそれを聞いてですね、来たこの企画みたいな感じですっごい楽しみにしてやってまいりました。本当にアメリカ行けるんですか、この企画って。おということで、どうやら、ちょっとややこしいルールがあるらしいんで、早速ちょっとまずはルールの方をご覧ください。ですね、いや私も最初ちょっとルールを見てちょっとよくわからなかった、理解できなかったんですけど、まあ、とりあえず今のところですね、4532枚どうやらプラスらしいので、もういけるんじゃないの、いけるいける、自撮りで行くよ、私自撮りで行ってきていいかな、みんながこう溜め込んできたプラスの分を使い果たしたいんですけど、でもなんかどうやらまだダメらしいっていう。ああ出せば出すだけ、いやいいっすよ、一人で行きますよ、私自撮りでこうやってやって、アメリカ来ましたっつって、まあ大人の事情でそれもできないらしいんで、とりあえず、もう少し買ってですね、カメラマンの方同行ということでね、プラスに今日は持っていきたいと、今日プラスに持っていってカメラマンさん同行できる枚数になったら行っていいんですかね、私は。ん、ちょっとわかんないらしいですね、はい。そんなこんなで、まあ今日もね楽しく、パチスロを打っていきたいと思います。スロットパチスロ専門店みたいなので、結構期待できるんじゃないかなと、ラインナップもいろいろあるみたいなので、非常に楽しみです。そんなこんなで早速、この後入場していきたいと思います。頑張ります、アメリカ行くぞ。さあ入場入場、朝一のこの時は一番ね楽しい時間ですからね。おはようございます。さあどうしよう、マクロスが空いてるよ。でも私まだマクロス実は打ったことないんですよね、ちょっとぐるっとしようかな。横一列じゃなくてこう対面で置いてある台が、おおすごいですね、ジャグラーコーナー面白いな、バラエティみたいに設置されてますと、こちらがバラエティ、ちょっとバラエティなんかね今日何でもってらしいいらしいんで、バラエティのなんか打ちたいなと思ってるんですよね。ブラックラグーンとか大好きです、大好きです。あとは、初代マクロスと、クランキー、クランキーはなんか前、わさびさんが打ったという話を聞いたので、いやー、そしたら忍び魂打とうかな、忍び魂大好きなんだよな、騙し打つか、騙し、あでも、昨日結構出てるよ。バラエティにもいい感じの台があるということですね、この店は。さようか、うわなんか昨日出てる台打つのやだよね。なんかやだよね、ブラックラグいっときます、それか正代マック、あでもなちょっとラグランジュも好きなんでね、打ちたいっちゃ打ちたいんですけどね。いやどうしよう、ブラックラグーンかマクロスか、初代マクロスか、マクロスの方がいいのかな。なんで昨日出てる台とかを、まあでも打つか、角台で
マクロスを打ったことないんで、マクロス打ちたいと思います。はい、ということで、こちらマクロスフロンティア2、確保いたしましたので早速打っていきたいと思います。自身には私パチンコパチスロライターの南国ルリチでございます。朝一オープニングで言い忘れたので今ここでちょっと言っておきます。南国ルリチです、よろしくお願いします。さあ、ということで、実は私初打ちなんですよね。ただもう初代の始まりの歌銀河に響けの方、こちらの方が本当に大好きで、多分5号機の中でも相当上位ランクに入るであろうぐらい大好きだったんで、続編の方を、ね、心待ちにしていたので、一体、どんな感じの仕様の台なのかなと楽しみに打ち込んでいきたいと思います。まだ、出てそんなに時間が経っていないので、設定判別の詳しい数字なんかは、出てないということになっていますので、大体、まあ、確定画面ですとか、あとはボーナスの、確率なんかを見れば分かってくると思うんですけれども、とにかくいっぱい当たっていっぱい ART に入れば、まあ、高設定なんじゃないかなと思って打っていきたいと思います。いきなりなんか演出が来たぞ。リプレイヤー、おーおー、いきなり来たよ。はーい、はーい、激アツ、いきなり来た。でも多分似てだから激アツだと思うよ。それで演出見たりとかしたいんで、初打ちなんでもうなんか揃えたりとかしないでいっぱい見たいと思います。かわいいね。いきなりの、いきなりのボーナス確定です。今回は疑似ボーナスになったみたいですね。ちょっと順押しでいくか。きたー、18ゲームわずか50枚かからずでランカちゃん揃いました。ちょっとシェリルにすればよかったかなと後悔してるんですけど、私シェリルの歌ばっかりしょっちゅう歌ってるんで、まあまあでも最初はランカタンでね、順押しでいきましょう。できる、終わってしまいました、残念。あら、マルキリタイムこれ入るんだね。やったー、さあトライアングルチャンス、誰、安定のアルト50ゲーム、ここの部分が好き、この曲の聞いていたかったけど、まあ、60ゲームで終了、終了。あ、でも ART 入ると思わなかったから嬉しい。また来た、また来た。あ、さっきはうまい具合に止まってくれたけど、そんな簡単に止まるものではないのね。出てマクロス2も間もないですけど、
結構評判が二分化されてて、まあやっぱ好きな人は好きだ、まあ、前作のマクロス自体もすっごい大好きな人とそうでもない人と、打ち込んだ人と打ち込んでない人と結構二分化されてる感じがしたので、今回も割とそういう印象が強いですね、評判聞いてると。どうなんだろう、なかなか自分が打ち込める機種ってそうそうそんなにないんで、いろんなのをいっぱい打つよりも一つの台を一つとか、まあ、気に入った機種をいっぱい打つことが私は多いので、モデル作のマクロスとか未だに、まあ、番長2とか打ちますしね。まあ、最近の台で言ったら楽しいなって思うのはモンハン。お、カットイン。さあどうだ。お、イケメンブレラさん出てきたよ。この連続演出の種類で、まあ、確定したときにランカだったら、まあ、構成って示唆という話ではあるんですけど、外したけど、外したけどチャンスということは前兆的なものに入っているんでしょうか。やっぱ何でもない演出にも初打ちの機種って楽しめるからいいですよね。まあ、そんなにマクロス好き好きとか言っときながらアニメのマクロスは全部見たことがないっていう、見ろってね言われるんですけど、言われるんですけど最近アニメを見る、いや時間はあるんですけど、なんかねアニメ熱がね今ちょっとこうテンションが下がり中なんですよ。もともと漫画とかアニメとかすっごい大好きなんですけど、昔学生の頃とか部活とかラジオドラマクラブっていう声優部に入ってて掛け持ちで満件入ってましたからねぐらいで、毎日毎日学校とかでも暇さえあればテスト中とかさっさとテストや書き終えて、あの用紙の裏に問題用紙の裏ね問題用紙の裏にイラスト描いたりとかしててぐらい、割と漫画アニメやゲーム大好きだったんですよね。学生時代オタクだったんですよね。今でもオタクだと思うんですけど、でこの業界結構オタクだっていう風に言う人が多いと思うんですけど、あ、チャンス目でチャンスに、ランカチャンスお願いします。あー発展しちゃうか、緑で緑でいっちゃいました。さあどうだ、チャンス、赤文字だしね、どうなの、ちょっと期待しちゃう、ダメですか、ダメ、棒でも復活とかどうせあるんでしょ、ないですか、ちょっと期待させといて、お、カットイン、
ャンススイカ。発展バズラバトル。誰誰？お、アルト。あー、ダメか。ダメ。お。続いてる続いてる。だからチャンスに行った。どうだ。お、子役。スイカ、スイカ、そして発展、ちょうどきっと発展になったんだろうな。そしてまたまたバズラバトル、ハウンドバズラ。負けそう負けそう。お、受けた。4ゲームってことは結構熱いかも。行ったでしょ、行ったんじゃない。頑張れおじさん、やったー、ありました。やっと334ゲームで、おボーナスだった。20ゲーム経過よって出てきたけど、コインが。わお、ここで追加投資になるの。30ゲーム経過だ。アルトも出てきた。おお、32ゲームでトライアングルチャンスがただいま確定いたしました。やっと来た。じゃあ今回は後ろから狙いますか。ようやく379ゲームでレギュラーボーナスです。お、チョーチェリー。ほ、昇格昇格。やった、ビッグボーナス。これは嬉しい。やったやった。でもトライアングルチャンスありますので行きます。お願いします。誰だ。アルドっぽい。やっぱり再び終了の危機。さすがにワンセットだと思うので、60ゲームさっきと一緒、402枚。
お久しぶり、この演出なんかだ、2段階だったな。果たしてどうでしょうか。揃ってくれ、やったー、揃っちゃったよ。360ゲームで前と同じような、でも2段階で揃った、ラッキー。さあ ART に突入です。バッキリタイム頼む、 ART 以外をやらせてくれ。お願いします。お、やったー、ランカの初めてランカ8まで。さあ何ゲーム乗る、そんなに何も引いてないぞ。おお、やったー、酒なのだ、嬉しい。初打ちなんでね、100ゲームでも嬉しいですわ。こういう派手な音が最近好きになってきました。年ですね。次ゲーム、おお、はい、入った入った。今回はセリルから、さあ次ゲーム35ゲーム、あと、さあ終わってしまいそうです。終了、180ゲーム616枚で終わりです。うわー、でも上にいるっぽいよ。いろいろスルーしてるけど大丈夫ですか。煽るね。あ、トロピカルチャンス、おおいあったあった、最後まで演出見たかった。押してしまった。おー、やったー、揃わなかったからビッグですね。あー、ありがとうございます。277ゲーム、どや、あかんでした。もうちょっと回して、激アツです、8点。よし、やりました、ありがとうございます。335ゲーム、さてこれはボーナスか。はい、ボーナスでした。これが2人の、おー、ウィ
ハートライアングルチャンスをゲットすることができない。もう残念、ギャスカも354ゲームでレギュラーボーナスでした。レギュラーでしたけど、ラスト終わり、残念、ここも入らず、トータル254枚。お、金色なんですけど、あったー、やっと入ったー、やりましたー、待ちに待ったマルキリタイム、いいとこで引いてくれた。アルト以外でお願いしま、やはりアルトでした。ラスト1ゲーム終わり、終わりですよ。65ゲーム393枚。が多い、お、今緑に、あ、え、緑なってた、緑になってたよね、やった、やっと入った、いや長かった、たきさん、これは、やった、初セリル、いくぜ、セリル愛で75 80、まあ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 頑張りましたよ。うわ、ね、今もうすぐ700で777からみたいな感じだけど、多分通常コインでここではないだろうな、999からとかだと思うんだけどな。今一番出てるマクロスは朝一600ゲームオーバーハマっていた台だったんですけど、頑張ってますね。でもボーナスも ART の当たりも良さそうなんで、今前代マクロス稼働した中で一番良さそうなのは今見てる、今いっぱい出てる台な気がする。聖地ゲーム聖地ゲームですよ。おう、あ、
危ない。戦1ゲームということでチャン、お、ちょっと待って、よっと今のチャンス追加で、通常だったら999からのゾーンで、ART ほらなるほどなるほど、いいですね、いや、うん、いいですねマルキリータイムで良かったです。はい、打ってて平気です。さあトライアングルチャンス、誰かなと、来い、お、セリルタイヤ、私の歌を聴け、50ゲームか、弱いな、緑バジュラー乗れ、ダメだ、なんだ、おお、よかった、ということは確定しちゃったということは、とてもいかずと、いいんだか悪いんだか分かんないけど、ダブルでお願いします、シングル、まあまあまあ乗せましょう、ラスト、うわ少な、少ないですよ、終わった65ゲームでした、終わり、デカルチャンスか、あっとストーリー系いきましたね、これはできれば外してもらいたくないところだよ、よかった、ボーナスやったん、シングル揃い、とりあえずトライアングルチャンスいきました、いきますよ、バルキリーチャンス、得意なんじゃなかろうか、乗ってください、チャンスばっかなんだよ、よっしゃ倒したやん、ということでボーナス、ダブルで揃わないかな、ダメだ、ラソー150ゲーム647枚で、終了、伸びないね、
やめ時かなと思います。まあトータルゲーム数2958ゲーム、ボーナス12回、あ、上と違うけどボーナス12回ということで、まあそうですね、時間ということがあるのでもう打ち続けられないんですけど、投資が結構いってしまったので、ただこの台は切りがいいということでここでもう終了ということにいたします。発表お疲れ様でした。 USA 以降3、さあ今回私が流した枚数なんですけれども、じゃじゃん、820枚、出ない、出る820枚です。820枚ということで、残りの枚数が250枚だったので、それを足して1070枚、こちらを、次の人に託すということで4500枚に、1070枚を足すと、5500枚くらいということで、あと500枚でなんとカメラマンさんがついちゃうということらしいんですね。はい、私も行きたいなと思うんですけど、誰が行くかもちょっと分かんないんですけど、まあ、月の人に、頑張っていただいて本当に USA に行ってもらってですね、どんな様子だったのかを見ていただきたいと思います。皆さんにね、みんな見たいもんね、 USA のアメリカだよ、アメリカ行ってもらいたいよね。 USA スロットクラブさんの結構機種構成私すごい好きで、なんかパチスロ好きな方がやっぱりスロット専門店なだけあって、パチスロ好きな方がちょっと台構成してるんじゃないかなっていう風に思いました。で、設置の仕方も変わってるし、もちろん箱もね途中で撮ってもらったと思うんですけど、白と赤と青で可愛いし、なんかポップな感じのお店で、私はすごい初めて来たんですけど気に入りました。そんな感じで、またですね、きっと収録 USA 以降3でね、他のライターさんが来ると思うんですけれども、その時はぜひぜひこちらの USA スロットクラブさんにお越しいただければいいなと思います。で、また私南国ルイチ呼んでいただけることをお待ちしておりますので、ということで、皆さん次のライターさんもお楽しみにしていてください。ということで、お疲れ様です。ありがとうございました。